白熊コンサドーレ、白熊コンサドーレをお送りします。白熊です。よろしくお願いします。ついにシーズン開幕を迎えましたコンサドーレ札幌、そのシーズン開幕に向けての最後の動きと開幕戦アビスパ福岡戦をレビューしていきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いいたします。コンサドーレ開幕に向けて熊本で今現在第2次のキャンプを行っているんですけれども、沖縄キャンプからキム・ゴンヒ選手と沼シド選手が怪我で別メニューを行ってたんですが、同じく別メニューを続けていた鈴木武蔵選手、青木選手、駒井選手、浅野選手など主力組が次々と全体へ合流してきまして復帰をしてきておりました。で、最後の週ですね、週末に某 J リーグと非公開のトレーニングマッチを行いまして、実はそこで、大森選手が連発で欠点を決めたりですね、武蔵選手が決めたりということで5点を取ることができたんですけれども、そこで、実は大森慎吾選手が怪我ということで開幕に向けて1週間別メニューが続いているというところで、最終局面で実はですねコンサドーレ大きな攻撃のピースを失ってしまいました。そこで、残り1週間開幕に向けての残り1週間のトレーニングで、実はぶっつけのプランそうですね、何度か年に何度かあるんですけども、フォワードがいないという、武蔵選手が帰ってきて怪我明けで90分フルに戦うのも難しいというところもありまして、また先ほど言ったようにシド選手、出島シド選手もキム・ゴンヒ選手も現在別メニューで復帰に至っていないということで、フォワードがいないということになりまして、ぶっつけのゼロトッププランという戦術的なトレーニングを最後の1週間特に残りの2日にかけて行ったそうです。ただ残りの2日に行う予定だった練習のうちの最初の1日目がですね、雷雨のため中止となりまして、なんともコンサドーレらしいなというところであります。札幌は今も降雪状態ということで、ずっと1月からですね沖縄に出かけて、その後3日間のオフを挟んで熊本でキャンプを続けて、札幌に戻ることもなくですね、ずっとキャンプ状態のまま、開幕戦を迎えます。で、第1節は福岡、第2節は鳥栖ということで、さらに2週間、まだ熊本でキャンプを行うという状態になります。ですのでどうしてもですねアウェーでの開幕2連戦ということもありますし、勝ち点的にはですねどうしても、まあ現実的には最高6点で札幌に帰還したいというのが最高の目標なんですけども、実はそういった事情で今まで一度しか勝っていない、ここ過去7年間ですね、しかも、よくてドローとほとんど負けてるという状態で、そういったことを考えるとですね、最低でも勝ち点2、最高で勝ち点6、1勝1分けの勝ち点4っていうのが現実的なマックスの目標なんじゃないかなというふうに思います。まあもちろんね、2連勝して6点持って帰れれば最高なんですけども、なかなか相手は、オープニングマッチでしかもホームですし、札幌はアウェーで、ね、しかもキャンプ状態で、行っているわけですから、なかなか難しいのかなというのが現実でございます。ただですね、まあ、その中でそういった苦しい中でなおかつ残りの1週間でですねエースがですね、怪我で離脱ということで、もう本当にぶっつけの本番、フォワードがいないゼロトップ、これで、開幕を迎えるといった状況になりました。で、昨日行われた試合なんですけれども、スタメンがですねゴールキーパーが菅野、センターバック3枚は左から中村、岡村、馬場の予想通りですね。で、中盤の4人ですね、左から菅、宮澤、荒野、近藤、まあ宮澤と荒野はこう入れ替わったりしますけれども、この並びでやっていきます。で、シャドウの2枚がスパチョーク、まあ小林、駒井、小林、小林の位置が駒井と小林ということで、ゼロトップが
まあ狛江っていう表記があったり小林っていう表記があったりするんですけども、要は右の車道、小林と狛江のところが自由に動いているという状態でした。でこういった布陣で、スタートをします。相手にはですね、元コンサドーレの前がボランチで、そしてセンターバックにキャプテンの奈良、そして車道ですね、車道に岩崎ということで、まあコンサドーレの3名との直接対決という形にもなりました。で試合なんですけれども、まあぶっつけでトレーニングした小林ゼロトップ対応して試合に挑んだわけですけれども、まあ基本的にやっぱりこの試合クオリティ的に、まあ強度を高めて守備を頑張って走って、で最後チャンスをなんとか作っていこうというような、本当にぶっつけ感のある試合展開、守備の強度はですね、馬場岡村というところが、まあ体を張って守るシーンも、まあ要は攻められてるシーンもよくありまして、今年の守備はなんか硬いぞというところもあったんですけれども、やっぱり後ろからビルドアップする際のスムーズさがですね、なかなかなくて、菅野選手、ゴールキーパーのセゲさんがですね、長いボールを蹴るというところも多くありました。まあ、今年のコンセプトとしてロングボール後ろの方から対応して相手に引っかかってですね、カウンターを食らう回数を減らそうというふうに取り組んでいたと何かの記事で読みましたけれども、やっぱりゴールキーパーから長いボールっていうのが結構多かったかなと、昨年よりは多かったかなと思います。ただセカンドを収められない、最初のそのフィードを収められない、ボールを失うっていうシーンも結構ありました。そういったまあドタバタ感が結構ある展開印象でございました。攻撃もですね、やっぱり相手を上回ってボールをつないで、アタッキングサードへの侵入を図る場面もなかなかあったんですけれども、その手前で網に引っかかる、トラップが長くて流れる、もしくは体で簡単に 体で当たり負けするというシーンが多くて、まあ守備も攻撃もギクシャクしている印象、ドタバタしている印象はあるなというふうに思いました。特にですね、新加入の右ウィングバックの近藤選手、突破やドリブルはかなり、見せてもらいました。味方との連携もなかなかいいのかなというふうに思ったんですけれども、やっぱり最後のラストパスやアタッキングサード侵入して、おシュートシーンかなと思うような前に簡単にちょこちょこっとですね、相手ディフェンダーに引っかかってボールを取られる、削られて飛んでったりとかですね、当たり負けしてというよりはちょちょっと取られるといった印象がよくありまして、そこは要改善かなというふうに思った、見て思った感想でございました。まあ前半は福岡が押し込んで、札幌がカウンター、もしくはまあボールを奪ってからの、高い位置で奪ってからの攻撃っていうことをやってたんですけれども、お互いに大きいチャンスを作ることもなくですね、0対0で後半へ突入していきます。最初の後半5分なんですけれども、宮澤選手とですね、鈴木武蔵選手が交代になりました。で鈴木武蔵選手がワントップへ入りまして、小林選手がシャドウの位置へ、で狛江選手が、宮澤選手の位置ボランチへ下がるという形になりました。ここはもういつものパターンでですね、ここからはちょっとボール回しがスムーズになるのかなというふうに思っていたんですけれども、交代直後の後半15分、近藤選手がですね、ボールのないところで、フリーランニングの状態で筋肉系のトラブルで座り込みまして、プレーが終わった後にいきなりパスマーク出まして、近藤選手が筋肉系のトラブルでちょっと負傷交代、これが後半の15分ですね。でこのタイミングで2枚替え行います。浅野選手と近藤選手、まあ、怪我した近藤と浅野が交代、これは同じポジションで入れ替えですね。中村東也選手と青木選手が交代です。で近藤のポジションに浅野が入って、青木は左のウィングバック、左のウィングバックにいた菅ちゃんがですね、東野のサイドバックの位置に1枚下がるという形になりました。でまだ後半の15分です。後半ですね、いつものパターンで、福岡はですね、上後選手などを投入してきて、後半パワープレーに、特化してカウンタープラスロングボールのパワープレーというのがですね、福岡のまあパターンになってるんですけれども、そこに対して菅ちゃんが最終ラインに入るっていうのは不安があるものの、
今夜もですね、いい攻撃や飛び出しを前半から行ってたんですが、他の選手同様ですね、簡単にボールを失ったり、 横パスをちょっとずれてパスミスしたりというのがあって、安定性に欠けていたというのが多く見えられる、プレーだったので、津川を多分最終的にチョイスしたんじゃないかなというふうに思います。ただここからですね、やっぱり中盤がいつものメンバーになってボール回しがですね圧倒し始めてきたんですね。そこでだいぶ押し込む状態、後半は押し込む状態になってきました。逆に前半はやられていたことを札幌が後半やり返したというような形になりました。特に福岡はですね、なかなか中盤でボールを奪われているので、岩崎の裏のスペースへの飛び出しだとかドリブルに頼ったカウンターに特化するんですけども、最後の局面で第八や馬場が体を張ってですね、岩崎を止める、もしくは最後パスを出させないというような、最後はやらせない展開をしていました。なので、まあ最終的にね、まあ、いつ決まるのかな、決定力がないなと思うような形で迎えた後半残り5分40分にですね、小林選手が長谷川達也選手と、駒井選手が田中克幸選手に交代です。田中克幸選手は駒井が入っていたボランチへそのまま入りまして、で長谷川選手は左ウィングバックの青木選手のポジションへ、で青木が一つ上がって小林選手がいたシャドウへ、でそのまま、お互いスコアレスドローの0対0で試合が終了したという形になりました。まあスタッツ的にはですね、正直前半からのイメージで考えるとこんなに差がつくかなというぐらいの感じでした。っていうのはボールの支配率がアビスパが 39%、 北海道コンサドーレ札幌が 61%、パスの数がですね、アビスパが379本、でコンサドーレはその倍近くの696本で、成功率はアビスパが 74%、 コンサドーレが 83% というふうに、まあこれボールを圧倒してたというより持たされてたというのかもしれません。これは戦術的に福岡がコンサドーレにボールを持たせてというシーンを作っていたのかもしれませんが、それにしてもやっぱり前半はアビスパ、後半はコンサドーレというような形で、まあ、前半はもう拮抗してもう五分五分で、で後半は北海道の方コンサドーレ札幌の方が若干押してたんだけれども決めきれずというような展開だったかなというふうに思います。でシュートの数がアビスパが8本、枠内が4本、コンサドーレがシュート9本で枠内が5本と、同じような数、同じようなチャンス作ったけれどもお互い決められなかったという試合ですね。最後の決め手が欠ける試合だったということです。最後のピース、期待大だった大森がいたらというような試合展開でございました。ということで一旦ここで、福岡から熊本へ戻り、九州のアウェー2連戦の最終戦鳥栖戦に向けて最後の1週間調整をしていただくんですけれども、大森選手の怪我が軽くて近藤選手の怪我もね、時間がかからないものであればいいなというふうに思います。またね、来週の週末も鳥栖戦があるんですが、鳥栖戦で、大森もいない、近藤もいないとなりますと、この開幕戦よりさらに1枚欠けるというような展開になってくるのかなというふうになりますので、ちょっとその辺は苦しいなというふうに思います。そしてね、その後ね、札幌で、戻って、浦和戦、町田戦としびれる日程が続きますので、最初にもう冒頭で説明しましたキム・ゴンヒ選手、出馬選手の怪我ももちろん、今回の近藤選手、大森選手の怪我もね、早く治っていただいて、浦和のホーム開幕戦、もしくは町田なの監督はもう札幌出身ですから、札幌出身というか札幌市生まれのサッカー指導者の黒田監督ですね。そこと、まあ J1 に上がってきて、いきなり大きな予算でビッグクラブ化している町田をガツンとこのね、札幌の小さいクラブが叩くと、 J1 の先輩の力を見せるというような試合展開期待したいんですが、そこにはもうね、怪我人が治っていただくというのが重要なので、そこも考えながら応援したいなというふうに思います。それでは
今回はここまでとさせていただきます。白熊コンサドーレでした。ありがとうございました。